前回の動画では、春はあけぼのの段の春と夏について言っているところを見ました。この動画では、秋と冬、ここを見ていきます。じゃあ古文の読み方から。秋は夕暮れ、夕日の差して山の葉、糸、地高なりたるに、からすの寝所へ行くとて、蜜四つ、二つ蜜など、飛び急ぐさえ哀れなり。まいて、狩りなどの連ねたるが、糸小さく見ゆるは糸をおかし。日入り果てて、風の音、虫の音など、はた言うべきにあらず。冬は努めて、雪の降りたるは、言うべきにもあらず。霜の糸白きも、また、さらでも、糸寒きに、火など急ぎ起こして、墨もて渡るも、糸月々し。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、日よけの日も白き灰がちになりてわろし。はい。これで春はあけぼのの段がおしまいです。次はここの部分の現代語訳を見ていきます。秋といえば夕暮れ。夕日が差して山の端ととても近くなった頃に。ちょっとここまで確認しておくと、この夕日が差すっていう、これは夕焼けの太陽が輝いているっていう意味です。太陽がこうあるわけだね。で次に山の端と近くなるっていうんだけど、こう山があって、この山の線と夕日の太陽がすごく近くなるっていうふうに言うんですね。これ太陽のつもりです。つまり太陽はこう高いところにあったのが沈んでいくわけだよね。だんだんと。そうすると山のこの線と近づいていくわけだ。なのでこれ夕暮れの時間のことをこうやって表しているわけですね。はい。このくらいの時間にカラスが自分の巣に帰るんだと言って3羽4羽2羽3羽などと飛び急いでいるのまでも哀れなり。はい。哀れなりっていうのは、気持ち、感情の意味を持っている単語なんですけど、これしみじみと趣深い。っていう意味があります。ちょっと長いけどね。はい、いいかな。ましてや、狩りなど鳥で列になっているのが、とても小さく見えるのはとても趣深い。太陽がすっかり沈んだら、風の音や虫の鳴き声などが、これもまた言うまでもなく、素晴らしい。はい。冬は努めてから、冬の文に入ります。冬といえば、これ、努めてっていうのは、早朝のことです。冬はめっちゃ朝早い時間がいいって言うんだね。雪が降って積もったのは、言いようがないくらい素晴らしい。現代の私たちの感覚でも、朝起きて、雪がね、すごく積もってたら、ちょっとテンション上がるよね。霜がとても白いのもいいし、また、そうでなくても、とても寒い時に火などを急いで起こして、炭を持ってあちこち、部屋とかね、あちこち行くのも、とても月々し。はい、月々しっていう単語は、古文の単語は、ぴったりだっていう意味です。さあ、何にぴったりなんでしょう。炭を持ってあちこち行くのも、とっても何かにぴったりなんです。はい。今これは冬のイメージとぴったりっていうふうに言ってるんですね。清少納言が冬といえば何って言ってたかな。冬は努めて。つまり冬の朝にぴったり。っていうことです。いいかな。昼になってぬるい気温で寒さが和らいでいくと、日よけにある日も白い灰ばかりになってわろし。はい。この最後に出てくるわろし。これは、良くないっていう意味です。今まで清少納言は、秋といえばこれ、冬といえばこれって言ってきたときに、ずっとおかしとか哀れだって言って褒めてきたんだけど、最後の最後は、わろし、良くないって言って締めるんですね。これ何が良くないって言ってるかっていうと、ここで日よけって出てくる。この日よけというのは、炭とかを入れておく容器のことで、ここに手をかざして、暖を取ったり温まったりするんですね。で、さっき朝急いで起こしたこの炭の火をねって言ってたけど、これ昼になったらさすがにもうあったかくないじゃん。で、白い灰ばっかりになってしまうわけ。そうすると見た目が良くないのね。なんか朝から昼までずっとほったらかして手抜きをしているみたいなので、それで良くないっていうふうに言ってます。春はあけぼの文章はこれでおしまいです。次は単語の確認をします。はじめにこの文を見ていこうかな。飛び急ぐさえ哀れなり。はい。ここで出てきた哀れなりっていう単語。これはしみじみと趣深いという意味です。次。冬の部分だね。冬は努めて。はい。努めてというのは早朝のことです。次の文。墨もて渡るも糸月々し。はい。ここで出てきた月々し。これはぴったりっていう意味です。ふさわしいって現代語訳しても良いです。そして最後、白き灰がちになりてわろし。はい、このわろしっていうのは良くないっていう意味でした。最後にちょっとおまけを用意しました。今回のおまけコーナーは、哀れなりっていう古文単語とお菓子っていう単語、これどう違うかっていうものです。哀れなり、この意味はしみじみと趣深い。そして、お菓子。こっちは、趣がある。いや、これ、一緒やん。趣深いと趣がある。一緒じゃんね。何が違うんですか？どう使い分けてるんですか？その疑問をちょっと解決したいと思います。まず、哀れなりの方。これは、心に関係があるんですね。心にこうジーンとくる。そういう深い感動を覚えたときに使う言葉です。それから、かわいそう。だなと気の毒だなって思った時とか、あとすごく可愛らしいとか、愛情の気持ち思った時には哀れなりが使われます。逆にお菓子、これはね、見た目が重要で、見たり聞いたりして面白いって思った時にお菓子使います。見た目が美しい時にも言いますね。哀れなりは心に深くジーンとくるような時に使う。お菓子っていうのはパッと見の綺麗さ、面白さを言うときに使う、そういう違いがあります。